皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。英語が超苦手な人の高校受験音読英語の7回目、今回は一般動詞と三単元の S というタイトルでお送りします。 B 動詞 am, is, are ですね。これじゃない動詞、これを一般動詞と言います。具体的には like、go、have、play、walk、そして study なんかがあります。まだ他にもいっぱいあるんですね。で、この一般動詞を使って普段のことを表現する。これ現在形っていうんですけど、この時主語が三人称単数。この時には一般動詞に s とか es がつきます。この三人称単数というのは I、you 以外で単数、皆さん前回覚えてますか？単数って1ですね。1個、1人、1つ。つまり、1つのものを表しているとき。ね。単数のとき。ああいう意外で単数の名詞。このときには、S とか ES が語尾につくということです。この後ろにつく S とか ES のこと。これを三単元の S。これは三人称単数現在形の S と。これは短くした言い方ですね。この三単元の S と言います。皆さんは、あ、こういうものがあるんだ。ね。そのくらいで覚えてください。では実際にはどんな風につくのかと。どんな風に S がつくのか。例を挙げて説明していきますね。1番は、I like music. I like music. 私は音楽が好きです。これを、I の部分を、can に変えると、 can っていうのは一人の人を表していますよね。ですから、三人称単数の名詞です。この can になると like が s がついて likes に変わって can likes music、 このようになります。じゃあ2番いきますね。 you play 将棋 at home、 you play 将棋 at home、 あなたは家で将棋をします。こういう文章ですね。この you の部分を she、 ね、she っていうのは彼女はって一人の人を表しています。つまり I、you 以外で単数の名詞ですから三人称単数の名詞ということですね。この she になると play の後ろに s がついて she plays 将棋 at home、ね、she plays 将棋 at home、 こうなるんですね。3番です。I go to bed at 10. I go to bed at 10. 私は10時に寝ます。この I を Yo に変えると、この Go、 この後ろに ES がついて、Yo goes to bed at 10. Yo goes to bed at 10. こんなになります。この S がつく場合と ES がつく場合、どう違うかというと、語尾、その単語の一番後ろですね。この単語の一番後ろが S とか CH、SH、O、X で終わっているもの。この場合は後ろに ES がつきます。Go って O で終わってますよね。ですから ES がついて Goes になるということです。4番です。You study English。あなたは英語を勉強します。ね、普段勉強してますよと。こういう意味ですね。この You の部分を My brother、 私の兄は、このブラザーの後ろに S がついていないので、兄一人しかいない、ね。単数ですよね。I、you 以外で単数の名詞。三人称単数の名詞。ということですね。これになると、study が studies に変わって、my brother studies English。my brother studies English。こんなに変わりますよね。Y のところが I に変わって S がついてるよ。とこう気がつきますよ。なぜそうなんだというと、語尾ですね、単語の後ろ、これが CNG プラス Y の時、これは Y を I にして ES をつけると、ね、Y を IES にすると、こういうルールがあるんですね。じゃあこの CNG って何かというと、アルファベットには母音字というものと CNG というものがあります。母音字の母は母という字を書くんですけどね。この母音字というのは日本語で言ったらローマ字でアイウエオ、この、あ、い、う、え、
お、この5つの文字を母音字と言います。このあいうえおじゃないアルファベットの文字、これが子音字です。アルファベット26文字あって母音字が 1,2,3,4,5 ですから、残りの21文字は全て子音字ですね。その子音字プラス Y の時にはね、Y を I にして ES、 Y を IES に変えると、こういうルールなんですね。これなぜ生まれたかというと、実はなんか歴史的にね、変化があったそうです。これ I という文字ですね、これから J という文字が生まれたそうです。そしてこの I と J を組み合わせて生まれた、I がこんななってて J がこんなふうになってたと、 I と J を組み合わせてこれ Y ね、これが生まれたんだそうです。そしてこの子音字プラス Y のさらにその後ろに何かをつけるとき、この Y は一番最初の音に戻る。一番最初はこういって J で I ですから、この I に戻ると、そういうことからこの Y を IES に変えるというルールが生まれてきたそうです。まあこれは余分な話ですけれどね。ではここで練習をしてみましょう。まず私が I like music と言います。そして I を Ken に変えるとと言ったら、皆さんその後で私と一緒に Ken likes music こう言ってください。今も You play show me at home こう読んで、 You を C に変えるとと言ったら、ね、She plays show me at home、 私と一緒に言ってみましょう。3番と4番も同じように練習していきます。ではお願いします。1番ですね、 I like music、 I を Ken に変えるとKen likes music こうなりますね。2番です、 You play shogi at home、 You を C に変えると She plays shogi at home。 3番です、 I go to bed at 10、 I を Yoko に変えると Yoko goes to bed at 10。 4番です、 You study English、 You を My brother に変えるとMy brother studies English。 もう一回やってみましょう。1番です、 I like music、 I を Ken に変えると Ken likes music。 2番です、 You play shogi at home、 You を She に変えると She plays shogi at home。 3番です、 I go to bed at 10、 I を Yoko に変えると Yoko go to bed at 10。4番です、 You study English、 You を My brother に変えると My brother studies English。 できましたか。今回は一般動詞と三単元の S について説明しました。皆さんは、あ、こういう風になるんだなと大まかに覚えていただければ結構です。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。